感じでもう、そうつんだな。はい。一枚引かせていただきます。はい。お願いします。読んで大丈夫ですか？はい、読んで。7月14日は新商品、日清ラオウ激辛うまみそ味発売日ということで、試食してみましょう。そんなのあるの？めっちゃお腹空いた。あ、じゃあ、準備ができるまで。まあ、そうね。なんか、いきなりさ、そんなさ、あ、じゃあ、メール読もう、メール読む。じゃあ、メール読む。そんなのあるんだ。はいはい。まだまだ、というわけでな、これ内容はないようなフリートークを展開していきますね。はい。まあ、とりあえずメールがね、来てないんですからさ、はい、せっかくなんで、じゃあ、記念さん読んでもらっていいですか。OK。ね、富山県の、はい、長さ。はい、ありがとうございます。はい、キメルさん、カズキくん、オージー、ゲストの元気くん、こんばんは。いつも終わらせてもらってます。今回はメールデマなしということなので、ゲストの元気ちゃんに質問です。テレビ時代の王子とのエピソードなどありますか？あったら教えてください。聞きたいね。まあ、ちょうどほら、テレビに行きましょう。俺も聞きたいよ。まあ、これあのね、王子っていうあだ名があるじゃないですか。ああ、王子。これがついたゆえんっていうのをね、まあ、有名ではあるけども、うん、まあ、知らない人のためにお話ししたいなというのが、うん、初めて会ったのが、カツラ合わせだったんですよ。うん、で、うん、何を思ったのか、この人5分遅刻してですね、初日から。なるほど、あれ。で、うん、電車の改札口でみんな待ってるんですよ。うん、八神くん遅いねっつってたら、うん、マント引っさげて、ほ、私服で、優雅に改札バーンって開けて、ゆっくり歩いて、おはようって言った姿見てみんなが王子だって言ったんですよ。へぇ、そう。うん、そうなの。俺と全然違う風に伝えてなぜか。私服で待っとってたのに。確かにすごい。そういう時はね、やっぱ流行ってたんですよ。マイブームだった。マント。マントって何？でも、あれだよね、パーマみたいな感じ。なんか、ポンダーション。多いんですけど、はい、前がもうちょっと開いて、後ろに全部固まって、でもあれ、ほぼレジャーシートです。だったらなおさら疑う。じゃあ次から話すときはちゃんとレジャーシート引っ下げてしまえば。そうだね。もう王子じゃないじゃん、それね、もはや。はい。そういうことだったのね。そうだったね。なんか、上の準備ができたよ。そこから王子も行けますって。めちゃらしいと思うんだよ。余裕入れてもらって。あ、じゃあもうちょっとね、お湯が沸くまで。そうね。はい。電気はさ、そっち。記憶力はいいじゃん。うん。記憶力逆になんかないの？なんか言うたら全然元気よ。そうだよ。ほら、元気の印象は、うん。
何を飛んで、何を飛んで、何を飛んで、それは気をつけたやったろう。いや、同じアイツでしたっけな。あとね、これ3人同じアイツで、アイツだよね。うん。アイラインをすごく描いてた。なんだっけ、ね、あの舞台みんな描いてた。みんな描いてた。特にほら、だってほら、目がさ、強調される役だったのにさ、充血させてて、俺らのチームの中では若かったんですよ。一番多かったかな。そんなことはないよ。テントがいたからね。いや、馬場も下だよ。馬場も下だろ。今の。でもなんか元気は弟な感じだったよね。何やんだろう。ね、みんなさん。ああ、そうそうそう。そうですね。そうね。そうね。それもあって、弟のタイプです。です。そうですか。可愛かったんだよ。ありがとうございます。でも俺も絡んでないからさ。もう絡んでない。これもう全員絡んでない、これ。そうね。フェイスだってそうです。フェイスだってもう、だって俺十何年前だって、キズネさん、ザ・テニス化石の話なんだね。そうですね。そうだね。うん、まあ、もう、主役でしたっけ。主役で間違いないじゃない、多分。でもさ、今でもできるし、ぶっちゃけ。どうなんだろうね。いや、でも、周りによる。周りは多分もう無理だと。だって周りだと10代の子だけだよ。もう無理だよ、そっち。もうね、レイさん何時もなっちゃったね。格上の部屋の顔ね、ドーンって言ってんだよ。あれ上になっちゃったよ。でも、カズキあれさ、メガネ何十郎でしょ。いやあ、来年でできんじゃない。何だ何だ。来年でできんじゃない。はははは。もうさ、あれは激辛。だって、1月、昨日、スタートショーが始まるんだけど、あ、そうだね、じゃあ、俺らで入れろってことで、だからさらに待つってことだよ。そうだね。じゃあ、しかもラオウ長いよ、確かに。5分じゃん、5分ね。さらに5分ね。そうだね。さあ開けたり、火薬入れたりはスタッフさんでよかったの。いやいやいや、いや、いいけど、そこで大丈夫ですか。いや、そういうとこまで出てる。だってこれ見てください、熱湯5分ですよ。結構待ちますよ。いやいやいや、その間にまだメールはね、それあったっけよ。だって今日1時間早く俺が出るんだっても分かったくない。あれはね、俺がね、もう一番強い形なんだって。あ、あれしょ、ダメだ、俺もダメだ。そうだな、俺とは消すでしょ。いや、いいよいいよ。やっぱね、ハチたちはハチかっていうじゃん。やっぱあれがすごいんだって。だからね、これを食べながら多分元気をね、口をしなきゃいけないんだよ。そうだよ、なるほど。辛いからね、今日 CM みたいにさ。だから、うまく時間使おう。辛いの大丈夫？あ、大丈夫。